音坂里氏は、神奈川県横浜市栄区出身の元プロ野球選手。本名は、音坂、ルーセロ、里氏、ニコラス、ウトウヒダリだ。愛称は、ニコ。アイスホッケー選手だった、アメリカ人の父と、日本人の母との間に出生。小学1年時から野球を始めると、横浜市立小都中学校への進学後に、中本マキシニアへ所属した。 2009年に横浜高校に入学し、公式野球部で1年生の秋からレギュラーとなる。なお、同期に近藤健介がいた。一番打者だった2年春には打撃不振に陥り、30打席無安打も記録したが、監督の渡辺元里氏は、音坂の起用を継続。渡辺の助言に従って、広角大法を取り入れると復調し、7番。 中堅守として臨んだ夏の県大会では、準々決勝で4安打5打点を挙げるなど、準決勝までに27打数14安打の成績を、残した。決勝戦では123進太白を要する、東海大相模に敗れたが、再戦した秋の県大会決勝では5打数3安打、4打点の活躍で、チームも雪辱を果たした。3年春の、 第83回選抜高等学校野球大会で初戦で敗れると渡辺に指名され近藤に代わり首相に就任。県大会の2戦目の横浜商業戦でヘッドスライディングをした際に中指を突き指し渡辺からヘッドスライディングを禁止されるもチームを鼓舞するために続けるなど自分のプレイよりもチームの雰囲気などを重視するようになり春夏連続となる。 第93回全国高等学校野球選手権大会への出場を果たしている。本大会では3回戦で青山大輝要する奈良の智弁学園に敗れたが9打数4安打と勝負強さを発揮した。2011年の NPB ドラフト会議で横浜ベースターズから5巡目で指名された。契約金2000万円、年俸480万円という条件で入団した。 背番号は33。2012年には、イースタンリーグ公式戦74試合に出場。打率、251、13打点、9盗塁という成績を残した。2013年には6月19日に、北海道日本ハムファイターズとの、イースタンリーグ公式戦で、審判への侮辱行為によって、退場処分を受け、後日、 NPB のコミッショナーから厳重注意と罰金5万円の処分を課せられた。この年までは一軍公式戦への出場機会がなかった。2014年にはイースタンリーグ公式戦の序盤で4本塁打を記録するほどの好調を買われ、5月26日の対オリックスバファローズ戦8回裏にダイソーで一軍公式戦にデビュー。 5月31日の対千葉ロッテマリーンズ戦では9回表に代打で一軍初打席を迎えると NPB の一軍公式戦では史上57人目の初打席初本塁打を増田直也から記録したこの本塁打で一軍初打点も記録したが一軍公式戦への出場は通算6試合にとどまった 2015年には5月4日に東京ヤクルトスワローズとのイースタンリーグ公式戦で、打者として一塁へ走り込んだ際に、ヤクルトの一塁一種、松本雄一と交錯。そのまま一塁キャンバスに倒れ込むと意識不明となり、急遽病院へ搬送された。その後は、大事に至らず、7月20日にシーズン二度目の出場選手登録。8月は、中堅手で、 先発出場する試合が続いたが、荒波賞が起用されるようになった9月以降は、代打、代走、守備要員に転じた。一軍公式戦全体では52試合に出場。右翼、中堅、左翼方向へ、本塁打を一本ずつ打ち分けた。2016年には4月5日に一軍に昇格すると、5月後半までは対戦投手の左右によって、 右打者の桑原正幸と併用された。桑原が小中堅守に定着した6月以降は主に代打で起用。代打では4月22日の対読売ジャイアンツ戦9回表にクローザーの沢村拓一から同点本塁打を打ったほか、レギュラーシーズン通算で345という高打率を残した。 7月23日に登録を抹消されてからは1、軍に復帰できなかったが、ポストシーズン期間中からメキシコで開催された第1回、WBSCU-23 ワールドカップに日本代表として出場。チームを優勝に導いた。2017年は初めて開幕1軍入りを果たしたが、5月22日に出場選手登録を抹消。 6月16日に再登録されると、8月26日の対ヤクルト戦にシーズン初本塁打を代打で記録した。レギュラーシーズン全体では一軍公式戦83試合に出場したが、打率、192本塁打と低迷。スタメン出場の機会はなく、代打成績も57試合で打率、148にとどまった。しかし、チームが、 レギュラーシーズン3位で迎えたクライマックスシリーズでは代打の切り札としてチームの勝利に貢献。阪神とのファーストステージ第2戦で3点本塁打、広島とのファイナルステージ第2戦で2点的自打を打ち、同一シーズンのプレイオフ及び CS における代打での最多打点記録を樹立した。このような勝負強さを買われて、 福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでは10月28日の第一戦で8番指名打者としてスタメンに抜擢。第2戦以降は代打で4試合に出場したが通算8打数無安打でシリーズを終えた。シリーズ終了直後の11月9日から12月中旬までメキシコのウィンターリーグに単身で参加。 ヤキスでオブレゴンの一員として27試合に出場した。リーグ戦では規定打席を満たさなかったものの、この年の NPB1 軍公式戦を上回る115打席に立ち、リーグの首位打者を上回る打率、410、オプス967、8試合連続安打などの好成績を残した。2018年も開幕1軍入りを果たし、 代打や守備固めなど73試合に出場した。しかし、前年度に課題を残した打撃面の低迷は続き、プロイリアと初の本塁打なしに終わる。シーズン終了後は2年連続で、メキシコのウィンターリーグに参戦し、焼きスでオブレゴンでプレーした。2019年には、上里和樹や佐野啓太。 楠本康氏らとの競争に敗れ開幕一軍入りを逃すも4月29日に出場選手登録をされるとプレイオフまで一軍に帯同し続けた外野手の控えとして自己最多の97試合に出場代打としてはチーム最多の43試合に出場した得点圏打率は382を記録し勝負強い打撃を買われて スタメン出場する機会も多かった。10月6日の阪神タイガースとのクライマックスシリーズファーストステージ第2戦では1点ビハインドで迎えた9回裏に代打出場し岩崎優からサヨナラにランを打ってチームの勝利に貢献した。セリーグのクライマックスシリーズにおいてサヨナラ本塁打で試合が決着するのは音坂が史上初の快挙だった。 2020年は、左の代打圏外野の控えとして、開幕からシーズン終了まで一軍に帯同し続けた。代打としては、チーム最多の43試合に出場したが、自身の成績自体は打率。208、オプス、557と結果を残せず、前年には高成績を収めた、得点圏打率も、154と低調なシーズンとなった。 2021年は4月25日に出場選手、登録され5月28日に登録抹消されるまでは19打数4安打ー、打点で打率211、2軍では28試合に出場し打率253、2本塁打、10打点左足に死球を受けた6月12日、西武戦以降は出場がなかった 新型コロナウイルスの影響を考慮し、球団では、新型コロナウイルスにおけるルールとして、不要不急の外出及び外食を禁止していたにも、かかわらず、7月2日にニュースポストセブン上で6月、下旬の土曜深夜、音坂が渋谷のクラブに出入りしていたと報じられたことを受け、球団から厳重注意と、自宅謹慎処分を受けた。 同月18日より2軍で練習を再開したが、以降も1軍最昇格は果たせず10月5日に、球団から戦力外通告を受けた。バッティングフォーム2014年8月17日、横須賀スタジアムにて50メートル走5秒9の、瞬速など身体能力が高く、広角大砲が評価されている。音坂という苗字は、 日本国内で169件しか確認されないほど珍しいとされているが DNA の入団当時の球団職員に同性の人物がいた。そのため合宿所の施設見学で初めて対面した際に名刺を渡された際にはお互いにテンションが上がったという。2017年のメキシコインターリーグ参加についてはオトサカ自身が受け入れ先を探した上で 球団へ直訴した末に実現した。派遣先の焼きスでオブレゴンでは、MLB やオリックスバファローズの内野手だった、ランドール・サイモン打撃コーチへ自ら指導を依頼。チームは、リーグ戦を再開で終えたものの、音坂は、最初に、スタメンへ起用された試合で3アンダーを打ったことを機に、MLB や、NPB でのプレーを経験した、リーグ関係者の目を見張るほどの活躍を見せた。 音坂自身は、メキシコの公用語である、スペイン語がほとんど話せず、日本シリーズへ出場した関係で、リーグ戦の途中から単身で参加したため、チームへ早く馴染むつもりで合流直後から、ハチマキ姿を披露。その姿が、チームの同僚やファンに歓迎されたばかりか、リーグ戦の途中からハチマキが、音坂の公式グッズとして発売されるほどの人気を、博した。 ありがとうございます。